次に公益社団法人名古屋青年会議所法商委員会委員長の安藤恭平君より趣旨説明を行います。安藤委員長、よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。私は法商委員会の委員長を務めさせていただいております安藤恭平と申します。私務めさせていただいております委員会の、委員会がですね、今回の人間力対象事業を担当させていただいております。本事業につきましては、一次選考会、二次選考会、そして最終選考会を経て5名の方を選定させていただきました。この5名の方々はいずれも若く優秀で、そして何らかの社会課題を発見し、その解決のために邁進している人たちでございます。この方々をさらにですね、この場をお借りしまして表彰を差し上げて、そしてその活動内容をですね、我々名古屋青年会所の会員をはじめとする一般の方々にもですね、知っていただき、そしてその活動をさらに後押ししていただくということを目標にしております。どうか1時間ほどとなりますが、この授賞式をご覧いただきまして、ファイナリストの皆様のですね、活動をぜひぜひ、ご検討いただきまして、もし叶うようでありましたら、皆様ご支援のほどどうかよろしくお願いいたします。私からは以上となります。